皆さんおはようございます1992年から2014年南カリフォルニア教育機関育英セミナーで現地日本人小学生から高校生までの教育を携わっていました。そして年 ふるさとの山梨県へお帰りなって、日本にいらっしゃる小学生から中学高校生までの教育をそのまま同じように携わっていらっしゃる方がおられます。その方のお名前は中村美也子さんです。今日は中村さんにスタジオの方へお越しいただいております。中村さん、 お名前は京子と書いて <laughs>、はい、宮和子さんと読むんですね。はい、ということはもしかして中村さんは京都のご出身かなと思いましたけれども <laughs>、はい、いかがでしょうあの両親は山梨甲府の出身なんですけれども父が就職する際に京都に出てそのままずっと京都で過ごしましたので、はい、私が生まれた時に祖母が京都で生まれた子供ということで京子と でも宮古って読むっていう珍しいですね。うすね <laughs> <laughs> どうですかあのやっぱり京都って日本のもう一番古い文化の街でもあります歴史の古い街でもありますしそこでお生まれになってやっぱり幸せだと思いますか？思いますあの文化に歴史にたくさん触れることができるっていうのはあのなんていうんですかね自分の根っこがしっかりあるっていうふうに思えるっていう意味で。 すごくあのありがたかったなと思いますあと中学校もちょっと奈良の方に通っていたのでこれもまた素晴らしい街ですね <laughs> 奈良でもその中学校生活でたくさん歴史を学ぶチャンスがあったので、うん、あの本当に京都奈良で過ごせたっていうのはありがたかったなと思いますそういうバックグラウンドもあってアメリカにいらっしゃって その22年間ですか、はい、あの日本人のお子さんたちってやっぱり日本を離れて日本のこともあんまりご存じないかもしれませんけれどもそういう教育ってまあ国語とか英語とか小論文も教えたりそのほかにもやはり日本の文化とか歴史を教えてらるんです私が接していたお子さんはあのー、アメリカで生まれた方もいらっしゃいますけれども駐在でその日本から来て。 で3年から5年ぐらい滞在してまた日本に戻るっていう方が多かったのであの日本の勉強をその遅れないようにするとかあとまあ戻った時の,その帰国子女枠での入試に対応できるようにっていう風な勉強の生徒さんが多かったですね。でもちろん あのアメリカでの学校生活を通じて子どもたちは日本人であるということを意識せざるをえないので,そ,で、ね、あのその時にそうだよっていうふうに日本,日本っていうのはねっていうふうに,歴史に関してもお話ししたりとか文化に関してお話ししししたりりととかかそういういこともありますしかしあの現地でお生まれになったお子さんたちと日本から、はいまあ、お父様が治癒剤で来られた、はい、やっぱりその。 教育するそのカリキュラムっていうんですか、えーえー、やっぱり自ら違うと思いますけども大変なことありませんかなのであの教室のクラスサイズも本当に小さいというか、うん、分かれるわけですね,そうですねだからあのこのお子さんはこういう内容が必要このお子さんはこういう内容が必要っていうのがもう一人一人違うっていうのに対応できるようにあのクラスのバラエティも多いっていうか、うん、カ,スタムカスタムネイルみたいなですねありがたいですね<ず> <laughs> まず最初にいらっしゃったらあのバックグラウンドをお聞きして駐在で今回いらっしゃったばっかりっておっしゃっても過去に英語圏での生活ありますかって聞くとあったりとか英語圏ではないけれども他の外国での経験があったりとかそうするとその日本で完全な日本語の教育を受けた期間っていうのが途切れ途切れだったりするケースもあるので,そう,で、ね、そうするとまた必要なことっていうのも変わってきたりするので本当にお一人一人状況をお聞きして 一番大切なことが何なのかっていうのを、こうしっかり相談してから。勉強のサポートをするっていう、そういう感じでした。いや、だけど、二十二年って。一見して、長そうだけど、ど、うん、結構もう一生懸命お仕事してらしたから。うん、短かった。でも <laughs> ん、ね、あったじゃないかしら。右向いて、左向いたら、二十二年経ってたみたいなね。<laughs> <laughs> 本当にあっという間でした。うどう思いますか。あの、今、日本帰られて、日本のお子さんたちと。 一緒に、まあ、あのお勉強を教えたりとかそのアメリカにいらっしゃる日本人のお子さんと日本にいる日本人のお子さんの,そのやっぱりあの帰って教えてかれこれ1年経つんですけれども最初の頃にそのどういうふうに言ったらいいんですかねアメ,リカの子供たちアメリカで勉強している日本人の子どもたちって本当に頑張り屋さんなんだって。 改めて思いましたやっぱりあの日本は頑張らない,んですかいや頑張らないわけじゃないんですけど <laughs>、ええ、やっぱりあの子どもの数も減ってきてるしあ日本はね子ども同士の競争も緩くなってきてるっていうか、うん、部分も多少ある。であのアメリカでその教育を教育をなんていうんですかね受けてる子どもたちって日本から来た最初の時にもうなんていうか。 もう本当に全然英語がわからないところにポンと入れられてでもこれ必死になってついていかないと。 ノ,ノーチョイスっていうかノーフューチャーっていうかう、ね、いもう自分には何も残らないっていう,うそういう必死な気持ちを経験してるっていうところがその頑張りにつながるすごく大きな要素、うん、馬力あるなーってこんなに、うん、あ,のあれだけ勉強できるってすごいな、うん、だけど日本の場合はそのなんて言うんですかね。そうですね,ねであの多少 無理だったこのレベルって言ってもその次のレベルその次のレベルってそれなりに用意されているのでもう今ここで死ぬほど頑張るかあるいはもうノーフューチャーかみたいなそういうがんうっていう感じではない分、うん、じゃあここ無理だったらこれぐらいでいいかなここ無理だったらこれぐらいでいいかなみたいな何て言うんですかね受け皿というか何ていうかがある分頑張りが効かない部分もちょっと。うん アメリカで勉強した子たちに比べるとあるんだなって。思った部分は正直ありました。うんうん、まあ、やっぱりところ変わればしな変わるっていう言葉でしょ、でね、教育もそういうことですよね。うん、ね現場では、あの感じになられたんでしょうけれどもね。うんうん、でも、あの、やっぱり、あの、いやいや、アメリカで勉強してる子たちは、こんなふうにやるんだよとか。その、日々の。 学校生活でね中国人とかインド人とか韓国人の子たちと机を並べて勉強するっていうことはこういう競争を経験するんだよとかねその先実際に今日本であなたたち勉強してるけど今競争相手日本人だけだけど社会人になってねこれから先あなたが5年先10年先社会人になって。 競争する相手はもうアメリカの子どもたちが競争してる相手と全く同じなのでなそういう競争に耐えられる自分っていうのを作っていかないといけないんだよってことを繰り返し話すと伝えると頑張りがが伸びてきますすす、うんうん、素晴らしいですねさ、うん、その育英セミナーってあのもう歴史長いんですか、うん あの私自身は92年からなんですけれども、はい、イクエセミナーそのものは85年からあ、結構もう31年も経ちますねそうですかで、日本でもイクエセミナーっていうのがありますのあの南カリフォルニアのイクエセミナーがまあ、本来のイクエセミナーなんですけれども私たちですとかあと私たちの前にもですけれどもあの帰国してやっぱり教える場を開きたいっていう 先生たちが育英セミナーの名前でやりたいっていうふうに言って。あの育英セミナーの名前で、あの開いてるっていう場所が2箇所あります、ね。その日本はやっぱり山梨県です。山梨です。はい、なので、私たちのその塾には育英セミナー幸福校っていう。幸福校あ。じゃ、初めての育英セミナーがアメリカを出て、日本、<laughs> 海外で日本では第1号,号、うん。本当、実は私たちの。 前にも静岡の方に帰られた先生がいらして、静岡の方でやっぱり育英セミナーという名前で。なさってる先生もいらっしゃいます。はい。育英セミナーという名前、やっぱり、あのアメリカにいる間、そこで学んだ子たちにとっては。こう。うん 先生がね、アメリカの育英セミナー離れても、やっぱり育英の先生っていう気持ちで。なるほど。もう社会人になっても、こう話をしに来てくれる子たち多いので。素晴らしい育英セミナーって名前でやりたいね。そうですか。<て>あのコマーシャルの後、また<あ>お話を続けて聞かせてください。はい、中村さん。 山梨県に戻られてまだ2年も経っていないんですよね,ですね。1年と3ヶ月ですよね。はい、きっと逆カルシャルショックみたいなものは感じられているんじゃないかと思いますけれどもいかがでしょう。えっとですね、それが私も感じるだろうと思って1年3ヶ月前出発したんですけど。<笑><笑> 意外に私は、私は感じてないっていうかあの <laughs> 私の周りの人は感じてるかもしれないんですけれどああ外国人とかって感じてるかもしれないんですけどああす私自身はもともと日本人だから日本を変えてきただけの話ですしね。それもありますし,、うんうん、ますし山梨に戻ってから出会う方々が、うん、みんなその地域のためを思って。 こう本当に努力する方がたくさんいらしてかったですね,ねあの素晴らしい方にたくさん出会えてううあのもう日々日々こう学んでるっていうかあこういう方もいらっしゃるんだっていうことの繰り返しであのカルチャーショック受けてる暇がないでもあの中村さんは自分はもともと日本人ですから日本帰られても日本人で帰ってきましたけれども周りの人はどういうふうに中村さんは アメリカ人っていう風に見てくださってるんですかね。<laughs> どう,うん。と例えば、えー、学校の仕組みなんかで日本の学校の仕組みなんかで、うん、あの例えばそうですねあのもうちょっとその学校の場の中でねその先生と生徒 っていうの一対一の関係だけじゃなくて、うん、その外,外部って言いますか、学校の外から。その地域の保護者とか、あの子供たちの保護者も含めて、あの学校の中にね、サポートする形で。あの現地校だと、アメリカの現地校だと、ね、小学校でも保護者の方がボランティアに来ることはたくさんありますよね。で、そういう保護者の方がボランティアで学校に入るっていうことが、うんうん、その教室内の閉鎖性をやはり。うん 軽減するというかその分人間関係においても 1>,、うん、あの1対1じゃない分なんて言うんですかねこう風通しがよくなるというかあのだからもっと外からね大人が学校の中に入った方がいいんじゃないですかっていうふうなことを言うとそれが難しいんですよねってその難しい日本ですよね。い <laughs> 理由を聞くとね <laughs>、うん、あのどんな人が来るかわからないからとかこう。 子で,でも、うん、子供たちの親御さんで保護者でしょそう,そ,うそうなんだけどその来る保護者,他の保護者が気になるわけです、ね、えっとねあの熱心に学校に来る保護者が必ずしもすべての子供のためにっていう気持ちで来てくれるとは限らないんですよね。ということはもしかして自分の子供のためにしっかり勉強してほしい,いううに教えてほしいって感じそういうふうな感じで来る保護者もいてそう,そうするとあのもっと どうみたいな自分の今後表象、うん、標準にしてもっとみたいないや教室全体のことを考えるとそうじゃなくてっていうふうなことが難しいとかあそういうこともあるのかってこれがカルチャルショックないですかそうですね、まあうん、はあって感じでしたけどね、まあ、アメリカで27年おられるともう当たり前のようなね現地校のね,うね、うん、い幼稚園あたりでも親御さんが,が、うん 来て一緒にね,、うん、まね作業したりしてでその時はもう自分の子だけじゃなくて<う>どの子も同じように助けたりしてっていうのが。そうそう あの日本は難しいんですかねわかんないんです私それ、うん、私自身がそれを言ってみてそうなんだっていうふうに見たわけではなくて、うん、でどうやって説得したんですかいや説得っていうところまでまだ行ってないですねい,、えー、いややった方がいいと思いますよって、えー、風通しがいい方が、えー、あの閉鎖的な人間関係よりも、うん、みんなにとっていい形になると思いますよってでよ、ね、でつい最近もあのほら広島県であのー ありました。<学>う三、ん、年生の自殺が問題あったじゃないですか。あれなんかでも進路指導をその担任の先生とその子とを一対一でやってるからああいうことを起こっちゃうと思うんですよね。うん、もうちょっと複数の大人が気づいてそう変変わるような環境があれば、うん、その一人の先生との間で問題があっても他の大人に助けが求められる相談ができるっていう。 そういうい人間関係複数の網のみのような人間関係っていうのが学校の中であるってすごく重要なことだとだ思うですね先生はどうしてもやっぱり担当のクラスの生徒一人一人も手一杯ですからだからアメリカの場合でもやっぱり親御さんに頼んで助けてもらって、うんうん、親御さんたちが先生ともコミュニケーションがあって一体化になっているわけですよ一つのファミリーみたいなの、ね、に、ね、助け合ったりしてね。うん そういうふうにできればいいのにな、日本もっていうふうに思いますけどね。<laughs> いけますか、いずれはあのできればいいと思いますよって言い続けようと思います。うそういうことが大切だと思いますっていうふうに言い続けることで、何かしら共感してくれたりとか動いてくれる人も一緒に動いてくれる人も現れるといいなっていうふうに思ってるんですけれど。あの小学生から高校生まで教えていらっしゃるということは、だいたい今何人ぐらい？まだちっちゃいですよ。あの本当に夫と二人で。 育エセミナーのお話ですの,あの,山梨県のあまだおとと二2人で始めて1年なんで20人ぐらいわそれで。も20年集まりまりしたか ああのまあ、カリキュラム日本のカリキュラムのほかに例えばアメリカの文化とか<あ>ちょっとし生きた英語でも教えてくださいっておっしゃる時はそういう話をしてあげるとすごく喜,喜ばれるでしょう。だけどその あの親御さんたちにボランティア来てもらってみんなでこのクラスを育てていきましょうとなるとちょっと引いちゃうっていうところがあるわけです、ね。えっとね、いやそれは育英セミナーの中の話ですか。はい。あの育英セミナーに関して言えばあの例えばあの私たちはその南カリフォルニアで教えてた時も。 そのただ今現在の,その目の前の教科のことだけじゃなくて、うん、その先もう本当に大人になった時のことも考えてやっていきましょうっていうふうにしてるので、うん、その将来を考えさせるっていうふうな仕組みっう人間づくりまででだからこう大人のプロフェッショナルと会うっていう機会をたくさん作って保護者の方もご一緒にどうぞって言うと保護者の方もいらして一緒に話を聞いてくれて、うん、話が聞けてすごく良かったっていうふうなケースもあるしうちに勉強に子供をこさせようっていう方は あのみんなあの地域のためにとか自分の子どもだけじゃなくてっていうことはすごく共感してくださる方々ですだから同じように何て言うのかしらお子さんが通ってる分大変な思いをなさってる保護者の方がうちに来てくれる方は多いんだなっていう感じがしますね。ううそうなんんでですか、まあ、あのご主人人さんとお二人で さずかしい、大変でしょうけれども、でも、子供たちと接してるときっていうのは楽しいでしょう。まあ、私はそう。<laughs> いい <laughs> 素直でね。ね、えー、ね、何かこう、子供がうまく何かできないときでも、理由は必ずあるんですよね。うん、だから、その理由が何なのかっていうところをちゃんと聞き取ってあげて。で、その理由に関して、こういうやり方をすればいいよっていうと、提示してあげて。やれてる、それ継続的にやれてるって。 常にこう確認してあげてでやれてたら「すごい!」って褒めてあげてすごーいって本当に心の底から褒めてあげるっていう。 のをきちんとやってれば、必ずやれる、うん、あの必ずやれるようになります。そうですね。アメリカの教育って褒めることから始まるんですからね。うんうん、やっぱりそれはいいと思いますが、うん。あの、うん、思います。あのそれも。何でもかんでも褒めればいいんじゃなくて。<laughs> 確かに、ね。本当にちゃんとやれてる、やれてなかった、これをやれなかったことが。これだけやれるようになったって、小さな変化でも、本当にやれたっていうところに対して。 感動して、すごいって言ってあげるっていうのが。感じるわね、子供たちはね、うんうん、それがいわゆる愛の教育だと私も思いますけど、うん、やっぱり。うん、先生が愛がなければ、うん、子供たちに伝わるはずがないし。うん、ね、なんか素晴らしいですよ、中村先生。<laughs> 本当に可愛い子供たちに、<え>恵まれて幸せ。ですそうですか。はい、ありがとうございました。あの、今週もあって、今ね、終わりましたけれども。 あの来週も一週<あ>ちょっといろいろ山梨家の話とか、はい、あの京都の話とかいろいろしていただけますかもちろんです今週はどうもありがとうございましたありがとうございました。<music>